マイクを引く。お腹が空きすぎて、なんかやばい。お腹が空きすぎて、前なんか今日すごく。今からラーメン食べる。何？何？羨ましいな、それは。普通に。そう、昨日ライブ終わりめっちゃラーメン食べたい気分だったんだよね。そう、なんかライブ終わりってラーメン食べたくなる。やっぱりさ、何かを頑張った後ってラーメン食べたくなりますよね。これはもうみんな思うんじゃない？みんながみんな何かを頑張った後はラーメン食べた。てか今日めっちゃ顔むくんでんだけど、助けて。顔がむくみすぎて目がない。どこ、おひなの目どこ、マジで。ひなの目がどこかわかりませんってぐらい目が埋もれてます。今日はライブが2つもあるんですけど、今日も頑張っていきたいと思います。ゆとさん、ありがとうございます。あ、大変。あ、大変。おー、K1 さん、ホワイトギフトありがとうございます。今日悪夢を見ました。でもどんな悪夢だったかは思い出せません。いや、あのね、いや、ちょっと聞いてほしいんですけど、まあ、これ言って別に今言っちゃダメなことじゃないと思うんですけど、全然。なんか昨日お姉ちゃんのお友達がお家に泊まりに来てたんですよ。で、私、まあ、東京出てきてお姉ちゃんと仲良くなったんで、なんか結構、まあ、お姉ちゃんの友達とかが泊まりに来たら絶対顔出さない系女子だったのに、最近はなんか、まあ、よ、なんかもうむしろお姉ちゃんから誘ってくるみたいな感じで、なんかお姉ちゃんの友達と仲良くさせてもらったりもしてるんですね。で、昨日お姉ちゃんの友達が泊まりに来てて、まあ、家帰ってきて、昨日の夜家帰ってきて、まあ、まあ配信して、その後なんかみんなでお話ししてたんです。その後お話ししてたんですね。で、なんかひな、結構なんか結構あの怖い話大好きじゃないですか、私。で、なんかの流れで、なんかもう私が怖い話しようよって言ったんですね、私が。言ったんですよ。そして、うん、
にいたんですよ。でそしたらまあちょっとアイドルらしからのお話をすると、ちょっと怖いから、ちょっと怖いから話す前にお手洗い行ってくるって言って、ちょっとアイドルらしからのお話をするとね、そう怖いじゃないですか、本当に怖いから、今一人で怖い話したら一人で何も行動できなくなっちゃうタイプだから、ちょっと話す前に一回行ってくるわって言って抜けたんですよ。で戻ってきて、じゃあいざ話す、怖い話を話そうかと思ってね話してたんですよ。そしたらなんかお姉ちゃんの友達が、いやなんか実は霊感あってみたいな、この家に来た時に思ったんだけど、私の部屋からなんか感じるって言ったんですね。私の部屋の方からで、まあ正直に話すと、ひなの部屋のタンスの中に親子がいるって言われたんですよ。ここね。ひな、本当に結構衝撃的事実すぎて、そのお姉ちゃんの友達が霊感あるらしくって、でもそれがいい霊か悪い霊かなのかは判断できないけど、あのひなのお部屋のタンスの中に親子いるよって言われちゃったんですよ。で、もうね、毎日タンスから服取り出してさ、もうどうしようと思って、本当にだからなんか、もうなんか呪霊するかとかなんかめっちゃ考えて、もうほんと大泣きしそうになって、マジでなんかお姉ちゃんも、いやなんか、いや今日ひなたが来る前なんかそれ言われて、ひなたには言うなって言ったんだけど、ひなたが怖い話してって言ったから言ったんよって、ひなも聞きたくなかったって言ったの。そんなこと聞きたくないじゃん、普通に自分の部屋にお化けがいるなんて。いつもこの部屋に住んでてさ、その部屋にお化けがいるなんて聞きたくなかったから、もう言わないでほしかったって言ったら、自分が怖い話してって言ったんじゃって言われて、いやそんなリアルな話なら聞きたくないじゃん、普通に考えてだからもうとりあえずもうしょうがないから、いい例か悪い例かだけもう判断してほしいって思っても、マジでもう泣く直前で今ほんと怖いの苦手からさ、もう泣く直前だったのね。そうマジでレベチの怖い話されちゃって、でまあ最近なんか日のなんかそういう怖い話ちょっとこの間もショールームでしたじゃないですか、なんかお姉ちゃんが視線感じるとかさ、ひなも久しぶりになんか金縛りあったりしてたからさ、なんかちょっとやばいなって思って、本当に自分の部屋のタンスに親子が住んでるなんて結構きつい思って、でもそれがどうですか、みんなどう思いますか。私はもう
泣く直前まで行きました、この話を聞いて。てかもう泣いてた、ほぼほぼ泣いてた。だからもう今ほんと一人で寝れないから今日一緒に寝さしてって言ってとか話しててっていう嘘だったんですよ。はあ、もうみんな騙されました。私も昨日騙されました。もう本当にもう死んじゃうかと思った。もう嘘って言われた瞬間にもう嬉しい涙がもう溢れそうだったっていう、その私がお手洗いに行ってる間に2人でそのなんか嘘つくっていうか騙そうってなったらしくて、もうほんまにやめてほしいわ。もう本当に泣く、もう本当にひなはマジで信じちゃったの。しかもなんか話し方が超リアルだったんですよ。なんかちょっとのなんか作り話っぽいなって感じじゃなくて、めっちゃリアルすぎてひなも超信じ込んじゃって、マジで信じ込んじゃってね。マジで信じ込んじゃって、もう本当にもう涙がって溢れそうだったの、マジで。でなんか お姉ちゃんの友達がずっと話してくれてたんだけど、もう話しながら多分考えてたのか分かんないけど、そう、もう本当にいいのはもう一生この家帰れないと思って、明日ライブに家を出たら人ん家に暮らそうって思って、めっちゃ頭の中で考えてた。絶対家に帰ることなんてできないと思って、誰ん家に暮らそうって思って、誰んち転々としようとか思って、めっちゃ考えてた。もう泣きそうになりながら、本当に無理だからひな、そういうの結構なんか冗談抜きでさ、ひな無理だからさ、お化けなんて聞きたくなかったし、いるとしても。でもまあそれが嘘だったんですけど、冷静に考えると親子っていうのが嘘くさい。いや、それがめっちゃリアルに話してくるんです。そう、なんか親の霊は気がこう大きく感じて、この霊は気がなんか小さく感じるから多分親子だよって言われた。そう、なんかめっちゃ本物っぽい話し方で言われたんです。全然嘘くさくないの、それがまた。ちょっと覚えてないけど、もう怖すぎて、もう なんて説明されたか、もうそこまで詳しく覚えてないけど、とにかくめっちゃリアルだった。っていう嘘でしたっていう。その方が霊感あるのは本当なの？いや、嘘でした。それも嘘でした。全く霊感ないですって。分かんない、全く霊感ないか分かんないけど、心霊感そうだいいですって感じ。もう本当にいいな、死んじゃうかと思って、もう一生この家に帰らないって決めたの、昨日の夜。もうとにかくなんか除霊とかそういうのしない限り、今明日から人ん家に泊まろうってマジで考えてた。もう泣きそうになりながら、結構ガチで今もう超泣きそうだった。でもなんか嘘って言われたとしても、なんかもうそういう作り話だったとしても、もうそういう話を聞いた時点で、ひなはもうずっとタンスが怖いです、自分の部屋の。だから本当に怖い。嘘だけどさ、なんかもうそういう話聞いちゃったら、なんかもしかしたらなんかそれ本当なんじゃったらどうしようとか思っちゃって考えちゃいます、なんか。
考えちゃいますね。マジ怖い。怖い話ってそういうことじゃないよと思って、もうリアルな話も怖すぎ。私にもう人の怖い話とか聞くの大好きなのね。人の怖い話とか聞くのマジ好きなんだけど、自分にいざ自分の身に起こってることを言われたら、こんなにもう生きていけないって思った。生きていけないって思いました。マシオさん星ありがとうございます。でなんかその後、まあ、ひなほんとさ、もうそれが嘘って分かっても、本当にもうやったーって感じ、やったーっていうか、もう本当嘘でよかったって思って、だからなんか怖い怖い映画とか見ようよとか言ってさ、もう調子に乗って怖い映画とか見ようよって言って、お姉ちゃんと、お姉ちゃんがなんかおすすめの怖い映画があるらしくって、お姉ちゃんとお姉ちゃんの友達と3人で怖い映画を見たんだけど、途中で普通に寝ました。はい、ということで朝になりました。終了です。はい。普通に途中で、というかなんかひなが怖い怖い言いすぎて、お姉ちゃんがなんかもう寝るわみたいな。なんかひなめっちゃ好きなのよ、あの怖い映画見んの。でも誰よりもさ、自分がさ見たいって言ったくせにさ、一番怖がっちゃうからさ、なんかお姉ちゃんがさ、なんか見ないのみたいな、んか、ね、うるさいみたいな、うざいってめっちゃ怒られてさ。だって怖いんだもん、もう聞こえない、でもひながほらうるさいからさ聞こえないって言ってさ、お姉ちゃんが怒ってっていうか、それでもうお姉ちゃんは寝るわって言って、もう自分の部屋に戻って、ひなの部屋で見てたんですけど、自分の部屋に戻って、で結局お姉ちゃんのお友達と2人で見てたんだけど、お姉ちゃんのお友達が多分寝てて、いやこんな声の1人で見れんわと思ってテレビ消しました。だから全然どんな物語か分かりません。全然どんな物語か分かりません。ひなしかなかずさんハートありがとうございます。なんていう映画だったかも分かんない。またちょっと見てみたら今度話しますね。とりあえずなんかまあ怖かったんで見てみて、うん、ちょっと名前思い出さないんだけど、今見てみて良さげだったら紹介します。でもお姉ちゃんは見るの3回目って言ってました。ってことは面白いんかなって感じ。すごいなんか外で子供がはしゃいでて素敵。めっちゃ怖かったんだが普通に。だからひなは今日悪夢見たんですよ。すごい怖い怖い話と怖い話と怖い映画を見たおかげで悪夢を見ました。けど内容は覚えてない。はい、そんな朝ですが、そんな一日の始まりでしたが、今日も楽しい一日になりそうなので頑張りたいと思います。お姉ちゃんの友達が来ても自分の部屋にテレビがあるのはね、ひなの部屋だけど、そう。いらっしゃいます。はい、ありがとうございます。お仕事戻ります。頑張ってください。渋谷に行く、お待ってます、ありがとう。準備終わったらダッシュで新宿向かう。うん、気をつけて来てね、待ってます。アンデさん可愛い人ありがとうございます。ではランキング見たいと思います。
13位鈴木一郎さん、ありがとうございます。12位まこちゃさん、ありがとうございます。11位ます先生さん、ありがとうございます。10位ジンさん、ありがとうございます。9位台湾高尾さん、ありがとうございます。8位やっけんさん、ありがとうございます。7位つるさん、ありがとうございます。6位あちゃんさん、ありがとうございます。5位うっちーさん、ありがとうございます。4位骸骨さん、ありがとうございます。3位ましおさん、ありがとうございます。2位やっきーさん、ありがとうございます。第1位ゆとさん、ありがとうございます。朝から怖い話聞けて面白かった。よかった。怖かった、怖かったでしょ。私は結構今まで生きてきた中で、あ、もうこれはもう本当に生きていけないっていうぐらいの気持ちに初めてなりました。嘘でよかったです、本当に。ということで、よろしくお願いします。今日も一日頑張りましょう。皆さん、いってらっしゃい。バイバーイ。ありがとうございました。